リーグ第5戦目おっと始まりました。誰知ってるやろ、さすがに共演したことあるやろ。今ちょっと悪い流れが来てるんですよ。それを断ち切るためにお水をね、プレゼントしようかなと買っていこうと思ってますよ。これよかったら、ああありがとうございます、はい、これだけ私に、はい、はい、250枚しか出てないんですけど、ずらー、あー、トートロいや、これ設定いいけどダメなパターンだ、多分4枚目なんですけど大変、怒られちゃう。絶対ぶっ潰しやんかったな、仕事で見てろよ、ね、レッタン、当たってるよ、まあ、今620枚ぐらいのマイナスです。このまま終わっても、もう手詰まり感があるもう北斗ということで北斗揃い確定です。ありがとう。こんな奇跡が、いやまだ早いね。2回目の初当たりはなんと北斗揃いです。もうレインボーじゃなくていいね、変な話だけど、あのレインボー以外でいいわ、ちょっとプレッシャーがすごいから。いきます。よし、はい、まあチャンスは悪くないですけどっていうとこなんですけど、よくもないんですよね。ちょっと一回周り見に行きます。鏡の末尾今日空いてるんですよね。まだ回ってない、まだここまで回ってないと不安ですよね。焦ってる焦ってる豪太郎くんがよっしゃあ、いいじゃないいいじゃんいいじゃん、青北斗引いてる北斗引いてるよ、このタイミングで。うわーマジかよ、ちょっと勘弁してくださいよ。何やっちゃってるんすか、見てもうたよ。ちょうどいいとこで来るんだから。いやいやいや、いいとこで来すぎた。こっからごめん、本当無双転生バトル入れちゃったら申し訳ない。それはもうあっぱれですから。さあ言いに行った方がいい、どっちがいい。いや、それは教えてくださいじゃあバトル行ったら知りたい、ね、言いに行くわ。はい、うん、もうなんかケンシロウに見えてきましたよマジ単発であれ、今すげえ全員に多分終われって思われてんだろうね絶対マリーとか思ってるよ。いやでももう本当に後継続ということは、ジャック表示された時の第3でバトル展開決めますよね。でその時に無双転生チャンス以上の演出が結構選ばれやすくはなるんで、行きやすくはなってるんですよ。その後の無双転生チャンス、無双転生バトルに行きやすくはなってるんで大チャンスです。だから単発で終了とかは絶対ダメ。なんであの台にだけ降りてくるんだよ、まずいね、実にまずいね。とりあえず移動しましょう。一応水木さん情報で大とも今日は強い可能性があるって言ってはったんで、今ちょっと他に打てる台本当ないんすよね。鏡行ってみますか。松尾球はちょっと取られてるんですけど、この辺とかまだ回ってないんですよ。1回100何ゲームで当たっただけでしょ、こんなん全然わかんないんでね。あですよね、180ゲームしか回ってないですもんね。隣で左隣は AT とか入って、初当たりは軽め、うん、まあ、まだ可能性あって攻めれるとしたらここかなっていう感じもするんで、これ行ってみましょうか。5枚目です。もう行くしかないですね、ここまで行ったらね。行ってすぐやめてパチンコ行くっていう構図ですね、構図作戦。
あぶねー処理落ちが出てるんで継続濃厚です。はい、危なかった。これをねなかったら最悪だったね。マジなんだろうねこの変な話ね。84敗以上脱ってるのにすげえ単発で終わりそうな感じがするね。ではセカンドステージでございます。鏡やっていきます。鏡の設定判別推測要素としては、AT 直撃確率であったりそして AT 間の引き戻し、そして初当たり出現率もそうですね高設定ほど、ボーナスも当たりやすいと。で、トランクからのチャンスゾーン当選率であったりといろいろありますね。あとはレア役、特にジャックチェリーとかねあのボーナス当選とか。あこれでトランク引きましたと。で、あとは確定系で終了画面とかをチェックして、トータルで見ていくと。これやっぱりこうやって抽選の多いホールさんで朝一を外してしまうってなるとちょっときついんですけど。で、この二の矢打てるのこれが多分最後やと思います設定狙いに関しては。だからもしこれがなかったら時刻見ます。OK 100ですけど打っちゃおうか打っちゃおうか。いいでしょう。いや本当でも北斗揃いであのよっしゃじゃないんだよ。ここでチャンスがもらえたからここから無双転生チャンス無双転生バトルに持ってけよっていう区間だからそれをやらないと当然終わっちゃうんですよ。84と89段まれに15連20連行く人もいるんでしょうけどほとんどの場合はやっぱり昇天せずに終わっちゃうんでね。ラオスタートこれは出るんですよ。初代モードでもこの違和感さ出る。頼む運命を書き換えろ。うわ強水化強水化でも意外とダメだからね。ねじるよ。もともと継続だったってことで。一応4連大丈夫でしょう。強水化も引いてるから最終ゲーム。書き換えた。最終ゲームリプレイが揃ってないのに別途して本来プシューンってなるでしょ。あのダメだった場合プシューンってなるし復活だったらここで敬遠ってなるんですけどリプレイでもないのにプシューンってならないときはこの子役で書き換えたことが確定です。この強水化で復活レバーでいきますよしよし今の強水化だよ。いやー今のベッドで動かないのしびれるわー。あーもうそれでも継続するあれなのかな何か出てたのかな。でもやっぱでもああいうのって追われって念じるのは良くないですね。2万使っちゃったあと5000円しか持ってない。わあすげえ微妙。あーよかった次回予告出てくれました。よしエリートパパラッチスワイプしてくれるのここで。はいぶっ飛ばしました。209ゲームですね追加投資しまして総投資が24本です。はい
赤7ボーナスでさあ AT やな入れやな、まあ期待の時は約3割ぐらいっていうところです。ただこれ入らんとき、ほんまに入らんのはあるけどね。ああフィーストグッド、はいチャンス目3割ぐらいやったはず。3ゲーム目やな今。よかった取ったー、ありがとうございます。チャンス目からいただきました。天ぷら天ぷらお塩つけてって、なんなんやろなこの歌、マジ謎やねんけど。はい、まあ、40ゲームでしたけれども93枚でいきましょう。アメリカンドリーム、いやほんまにね、優勝した77万もアメリカンドリームですからね。アメリカってか海外旅行まで行けるもんね全然。見てない、あこれは行ったんじゃない、よし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 、足りない足りない、これ終わったら移動ですね。4万2000円も使っちゃった。まあ、本日2度目の頑張れー、なんでなんでなの、なんかついてないやつしか引けない。でも当たらん、あ、5だって、あ、大丈夫だった、危ない危なかったよ、800とかならんかな、なるはずがない。とりあえず1個つけたい。うわーケイシロウじゃない、食らうんだねそこはね、大丈夫、きついな、終わらせに来てるな、これは何も引いてないですからね今。わからん、ジャギスタート1ゲーム目ある、とりあえず5連でした、強水化で助けてもらったのに5連でした、頼むマジで鈴木を、レインボーはないか、さすがにか、あーまあ天国以上っていう感じでしたね今、矛盾したんで、まあまあまあなんかあれですね、まあ6連ぐらいすればみたいなところで5連だったんで、まあまあまあなんですけど、さあここでロストしました全てをちょっとATM に行ってきます。よし調達してきたんで、さすがにかな、やめとくか、やめとくかというかちょっと見に行きますか、今のところ2万8000円か、まだいける、あ、マテンロ行ってくれましたね、長ければ長いほど熱いんで、1ゲーム2 3、エクセレント4、行くな5で行くな、ああ行くか、
ツイストか。いやー勝っちゃっていいよ。きついか。いやあ、これが大事よ。天国いてくれましたね。よしよし、しかも早いゲーム数でこれは助かる。ありがてー。ゲーム数は乗せはできませんでした。でディスクジャッジメントなんか引け。これいいんじゃない。2、3、3人。いや行くっしょこれは。はい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 、よし、とどろいた。よし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 、来てるぞー。さあ参りましょうか、とどろけドリーム。これなー、振れ幅は広いですからね、やれるときやれるけどっていう。はよー、引いていこう引いていこう。いいよ。さあトップ上あるよ、赤チャンス。あー取れない。いやデンジャー多いな。いや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 違う、回避して。うわー30か、30か。まあ、あーもうちょっと、もうちょっと頑張ってほしかったな。お、消えたっぽいな。ダメそう思わせぶり、思わせぶりでした。なんだよ、ダメだ、やめました。348枚、全然足りないので、ちょっとパチンコでまくりに行きたいと思います。エヴァが打てそうな、これにしよっかな。これにします。落ちたかな、さすがにね。ああ、落ちたっぽいですね。また見てこようか。いや、でも2の1。1で天国スタートはしてて、まあなくはないって言い出したらね、今730枚なんで300枚ぐらいですね、マイナスね。番長ゼロいいんすか、そんなに。めっちゃ粘ってるじゃん皆さん。まあ人が入れ替わってるかもしれないけど、ここは入れ替わってないよね多分人は。こっちもなんでこんなみんな打ってるってことは挙動がいいんかいそれ。さすがにまあ、確かにその天井まではまってみたいな低設定特有の台があんまりないに、ね、なんか全部2、300ぐらいで当たってみたいな。カマネリの空き台に行くのは危険そうっすね。番長ゼロが一番よく見えますね、こう見るとね。粒が本当に600の天井行ってるみたいなのがあんまないんですよ。で大体その中間ぐらいで当たってるのが一番、ゼロモードでバーッと当たってるよりも可能性高いと思うんで、そっちの方が。やっぱ筋肉マン稼働いいよな、ほんとね。よく作られてるんだと思いますよ、そのメニュー画面を使用したチャンスしさっていうのが。目星ついた？何がすごい手詰まり感。手詰まり感がすごいからさ、どうしますかね。じゃあここは耐えるっていうのはどう。耐えるっていうのはこの何のテーマもないトークをずっとするってこと。パチスロ打たないでってこと。いやでもさ、それがガチってもんじゃん。まあそうだね、こん中でなんか掘ってたら、まあまあまあ下手くそなやつだよ
でも普段そんなことやらないでしょ。何を？パチンコ屋に来て打たないでずっと見てるなんかやらないでしょ。ないけど、ほら勝たなきゃいけないっていうから、この番組のコンセプトが。そうだけどさ、そうなってくると無理よこの状況は。じゃあどうすんの本当。どっちかだよ。だからでもあれを粘るは俺ないかなと思って。もう、なんか自分一人だったらさ、じゃあそう、まあ全部伸ばしてもいいかなってなるのよ。でもやっぱちらつくよね。マルハンはもう泥がついたじゃん、何回も負けて。そうだ、ね、看板にさ。そうだね。俺らまださ綺麗だからさ、俺らがつけるわけにもいかないみたいなとこあるじゃん。チームメートもそうだし、そうホールさんからも、ね、我々をね選んでくれたホールさん、マジで今聞いてる可能性あるからあいつどうなってるみたいなホールからの問い合わせが、ね、それぐらいやっぱプレッシャー感じるけどね。じゃあやばいじゃない、あれ。いや、やばいです。ビリなんじゃない。ビリではないじゃない。嘘、俺ビリじゃないでしょ。だって多分一番持ってると思う。そうだよね。あの出玉つか700倍ぐらい持ってるから。でもまあまあ分かんないよ、まあ、目くそ鼻くそだよいや本当そう。このあんまり中身のないトークがですね伝わるんじゃないですか、この手詰まり感というかホール内は結構厳しいんだなと。あの出玉的に厳しいんじゃなくて、お客さん多くて、そう、移動先がないっていう。だから俺たちは何も悪くないんだよ。そう、じゃあそこは攻めないでほしい。 そこは攻め。この次の目標は天国で当てる、まあ、もっかディスクとループするか、まあ、分かんないですけどね。か、まあ、あと500枚は行きたいですよね。あ、うわ、びっくりした、びっくりした。もう今日はマジでちょっとどれだけ負けないか勝負みたいになってる、あれ。ほんまにそんな感じになってます今。え、全員やばいんですか。誰一人だから、誰一人上で戦ってない、水上で息してないからみんな溺れていってる、みんな窒息しそうになってるからだから誰かが当たってると、はい、まあ、ちょっと嬉しいんだよね追い詰められてる反面。え、そんな追い詰められてるんですか。いや、って何もヒントがないんだもん今いやでも顔はまだなんか余裕ありますよ。いやいや、そんなことないよ。仏様の顔してますよ。いやいや、まだお前、もう俺はあの昔の尖った頃の二郎の顔がさ、はい、思い浮かべんのよ。あの黒バラバリバリだった頃の二郎の顔がさ、はい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 、はい、僕めちゃくちゃ怒られましたからねでしょ、趣味打ちやん言われましたからね。あれもう一回俺も言われんのかなって。負け額次第では言われます。あと立ち回り次第では言われますね、はい。え、ちなみに、え、まだ北斗打ってんすか。いや、もうやめます。さすがにもうやめます。結構いってます。3枚入りました。あ、でもまだ3でしょ。まだって言うけどさ、あれ、ちょ待って、ちょ待って、北斗揃い終わったんや終わったってことですね。じゃあ多分一番負けてないんじゃない。あ、レビンさんが、まあそうですよね。何連したか知らないですけど。え、ヤマンさんは、まあ多分遊びに来てるだけだよ。ああ、たまにはパチスロー等かなって。ああ、あの人は、あの人そういう人ですもんね。そうそう、気楽に生きてますもんね。なんか別に勝ちに来てるとかじゃないと思う。いいっすね、それなんか逆に逆に羨ましいっすわ。なんかそれでいいんだったらすごい楽だよね俺たち。いやいや、ほんまにそうそう。でもああいう精神ある人が勝ったりするじゃないですか。でも、でもやられてるんや今日は。健闘祈るよ。逆に祈りますよまあもう済んでしまったことは元に戻せないので、これで出すしかない。当たりっぽい台がこの21回ってやつがそうなのか、だとしたらお隣のゼロゲームは空いてる、まあ、並びを意識するんだったらですよ。ごめんなさい、ちょっと悩ましてくださいいつもこんな時間かけないです。店内周りにこんな時間かけないです。一応もう一回見てみるか、やめる前に。まず初当たり2回っていうのがまあ結構致命的ですよ、ね、やめましょう。本当はね、もっと早くやめた方が良かったんでしょうけどね。ゲーム数的には強水化がすごい出てるな。まあでも一過性のもんでしょ、こんなのは。一時のもんでしょう。そう、前代後設定とか並びでとかっていうのがあんまりまだ見えてないんですよ。だからその結構仲間何人かで打ちに来てる人がいろんなとこ動いてるんで、多分その決めかねてるというか、ここだろうっていう風に探り当てられないでいると思うんで、まだ我々にも、一元の我々にもチャンスあるんじゃないかなと思うんだけど、我々一人で動いてるんでね、複数人で動いてるのに探し当てられないものを我々が探し当てられるのかっていう気もするんだよね。さすがにこの辺りはもうないのかな。恋姫とか入ったかね、入んないのかね。
ユニコーン、恋姫、しかもなんでこれこんな簡単にやめられてんだろう。なんかすごい強い要素があるのかな。でも入れてることもあるんだね、きっとね。わ、すっごい進む。てか、なんか毎日勝ってないの。なんかちょっと打ってみますか。他がないんで、あんまり激しいの打ってもねっていうのもある。いやー、上乗せできないな。ちょ、俺くれないよね、396枚。いや、今の流れだともうちょっと出てくれてもよかったいけよな。ちょっと見ていいっすか、そこ。これは149で当たってる。ちょっと移動しようかな。っていうのもこれ末尾9今空いたんですよ。ちょっとさっき打たれてて、まあ、すぐなんかやめられたんですけど、履歴が、あ、これ見れるかな。あ、見れました。これ朝一149で当たってるんですよ。まあ、これがレア役の可能性もあるんですけど、あの通常 B チャンスモードとか天国否定した場合は、まあ、約設定差あるんですけど、まあ、2割3割ぐらいで通常 B 行くんですね。で、当たってる可能性あるんですよ。でか、まだ、まあ、天国は否定してますけど、まだ B の可能性もありますし、なおかつカバネリとか挙動がいい末尾9なんですよ。こっちの方が条件的にはいいですね。僕の台は、まあ、一発チャンス目で当たりましたけど、うん、末尾9なおかつ、うん、この履歴なんで、まあ、こっち、まあ、どっちも全然まだ分かんない。こっち行きましょう。移動します。ちょっと行ってみますか。一応並びも意識してこの辺の真ん中、あと後ろ光太郎くんいるんで、ちょっと様子も見ながら、じゃあこのパツ、あ、スマスロバイオハザードベンデッタちょっと打ってみます。またあの長時間打つかは分かんないですけど。じゃあエヴァの2代目です。どんどん掘っていきたいと思います。結構エヴァはもう稼働がねかなり高くて空き台も少ないので、ちょっともうちょっとしたら埋まってしまいそうなんで、時間がないかもしれない。頑張ります。もう ST 入れないと本当にやばい。今日は本当にやばいなんか普通の実戦だったら全然5倍とか入れることあるから、まあ今日はそういう日だなと思って諦めがつくんですけど、やっぱチーム戦ってことでこのまま超マイナスだと本当にまずい。チームのみんながめっちゃ稼いでくれたポイントを私一人で3分の1ぐらい減らすことになっちゃう。北斗やめて戦国恋姫とやらに行きました。この台まあ1回しか打ったことないんで、戦国恋姫ガチ勢の方からすると至らない点もたくさんあると思うんですが、まあ、そこら辺はちょっとご容赦いただければと。で、過去のデータ見ると、まあ、たまたま出てるっていうね捉え方もできるのかもしれないけど、設定も、まあ、そもそもそのフル攻略すれば甘い機種ではあるんですけど、疑似ボーナスで枝玉増やすんですけど、まあ、ボーナスタイプっぽく見せてるって感じですね。チャンス目、主にチャンス目を引いた時に前兆に行って、まあ、そこで当たってればその前兆を経由して告知が出されるというような感じの機種で、初打ちの時はまあなんかそこそこ戦えた感じかな。でフル攻略だと1で 100% ぐらいになると。で技術介入自体もそんなに難しくないと思うので、まあいけるかなって感じですかね。まあ、悪くてもそんなに大きな被害は合わないかなと。ではですね、私レビュー2代目になります。スマスロバイオハザードベンデッタ行ってみたいと思います。北斗でね、まあ、北斗揃いしたんですけど、まあ、最終的には730枚ぐらいの、獲得枚数になったので、まあ、投資を考えると300枚ぐらい今マイナスです。はい、そんな状態で2代目いきたいと思います。ただ全体の様子を見てると、皆さん苦戦してるみたいなんで、これでもまだ今日の対戦の中では上位じゃないかっていう、まあ簡単な台ではないですけどね。このスマスロバイオハザードベンデッタはやっぱりそのエンディング迎えた後に夢が詰まってる、まあスマスロで最近もよくあるやつですけどね。でこの台は、まあ、だいぶもう導入から経ってるんですけど、一応念のため軽くお話ししておくと、基本的に、まあ、AT を目指すんですけど、ベンデッタモード純増は2枚で、まあ、当てるためのルートはもう単純で、規定ゲーム数消化とレア役の2つだけです。
はい、でチャンスゾーン系が一切ないので、まあ、ある意味レア役引いた後に前兆ステージでサイレントモードっていうのに行くんですけど、そのサイレントモードが若干チャンスゾーン的な役割になってて、まあ、サイレントモードの、突入率でとにかく大きいのはサイレントモードなんですけど、弱レア役からサイレントモードっていうのが、結構高設定は見れると思うんで、それに注目しつつ打っていく。でレア役はまあそんな感じなんですけど、あとはゲーム数に関しては、モードが基本モードが通常 A から D まで4種類あって、でそれ以外は天国と超天国がで、その天国と超天国が128位以内に当たる。で A から D なんですけど、 D がほとんどいかないんですよね。 D はその当たりが天井が310プラスアルファなんですけど、それよりもむしろ高設定判別という意味で D を見抜ければ1だと9万何千分の1であるものが6だと8000分の1ぐらいで D に行くんで、あのサイレントモードとかでわけわかんなくなっちゃうとかを除いた数値がそんな感じなんで、 A の天井がバイオですね、810プラスアルファ、 B が710プラスアルファで、 C が610プラスアルファで、朝一リセットされてると610プラスアルファになります、天井が。なんで今リセットと仮定した場合は610までに当たるっていう、まあ分かりやすいん であとは AT 中は結構楽しんで AT 中楽しみましょうみたいな台。はい、では3台目ですね。ちょっと早めに動きましたが、今ペロリナさんから LINE 書いてきましたね。もういる過ぎてるんですけど、すいません今起きました、鼻血ブーみたいな、なんか絵文字来てる。で幸太郎さん頑張ってくださいだけでした。まあ、まだ今日はなんていうんですかね、まあ、今日もですけど負けてますけど、ただ前回とはちょっと状況が違うと言いますか、前回はもう寺井くんとかがバーン行ってて、五十嵐さんもバーン行ってたんで、もう追い詰められた感がすごいあったんですけど、今回まだみんなへこんでるんで、だからまだチャンスあるんですよね。1位取れるっていう、首位取れるっていう、だからその点まだ、まあ、楽ではないですけど、昨日部分ではちょっと前回より楽かなって感じはしますね。あと200ゲームちょっとで天井ですね。当たりやすい機種だからっていうところで選んだつもりでもあったんですけども、比較的当たりやすい機種だということで大変なことになっております。もう1万以上使っちゃってるもんな。ジロちゃんとリノポンがコツコツ積み上げてきたものを一撃で崩して、さすがに人の心があるんで申し訳なさの方が勝つよ当然。ハンター違うんか、これもレア役でサイレントモード一定とかなってくれればいいんですけど、ストレート610はもうちょっと怪しいですよ。さっきの1台目はやりきます。ピーピーなんかあったな。ステップさん、いやなくはない。なくはないよ。ありませんでした。あーラブフォーさん来た。なるほど、まあ、トランクからラブフォーさん、いやここでこれで決めよう。これ
こんなエステねどうかなと思いますけど、おっとすげえ湯気浴びてる。着地よし、パーフェクトボディでございます。280ゲームラブホースワンから当たりです。なんとかギリギリ持ちメダルですね。はい、高菜々です。さあねじ込めるかですね。これレアク、怖いレアク。着地ホットットタイム、まあゼロではないからね、可能性はあるからね。7ゲーム目よこれ。ある、あれ来い、おおやったね。薄いとこ引いた、着地で持ってきました、ナイス。夢つなげた。5回目、そろそろ当たっていいはずだよ。速報、間違いありません、熱々です。本当ですか、信じていいんですか。速報出たのにな。ああ、ようやく来た。苦しい。この企画苦しいな。ちょっと待って。46,000。きっちい。さあ、じゃあ揃えますか。なので、嘘だろ。これ変わったりするのかな。バンジキュース感がすごい。ちょっと設定差があるんで調べますよ。じゃあレギュラー消化していきましょう。きついの。お、カズハからだから、これは偶数設定した4パターン。いやー、何もいいとこねえな。どうしたもんだろう。まあでもまだ分からんもんな。分からんこともあるかもしれないけど、いや他にないんでね。はあ、気が重い。行こう。もう6枚目になるんですけど、もうすぐどうしたらいいと思いますもうでもこれやるしかない。6枚目を入れますよ。ヤマーは6枚目を入れますよ。本当にいいんですかこうなったらね、もうコウタロウさんに頑張ってもらうしかなくて、やっぱ1位に1000ポイント、2位に500ポイント入るから、下位のチームに1000ポイント入った方が差がこう広がらないじゃないですか。まあ、多分今のままだとレビンさんが1位で私が4位なんで、結構差が開いちゃうんですけど。みんな出てるんだろうか。そんなに、あともう2時間切ってますけどね、実際時間はね。まあ2時間もあれば誰かしら何か起きそうだけどね。さすがに全員が何も起きないってことないんじゃない。もはやあと100ゲームちょい回すと当たりは当たりなんですけど、まあ早いね、こうしたことはない。はい、ここから追加します。はい、では本日2回目、ちょっとイカさない、イカさ、まず兆候から。あー、ないか。鏡は本当にどっかでこう、まあ、例えば兆候とかで乗せまくるとか、ループで乗せまくる、そしてまあ、ね、ディスク取って乗せるっていう、どっかゾーンで乗せるって、どっかで1回大量は乗せしないと、まあなかなかね伸びてくれませんから、そこにたどり着けるかどうかなんですよね今日ね。ラスト、さあ来い。ないわな、326枚ないですか。伸ばせない。引き戻しを期待しよう。はい、
ここで当たりますね。天井です。ここまで628ハマってますけど、チャンス目でサイレントモードに2回入っただけで、まあ、どちらも為替でした、はい、全然強くないです。で金まででいくんじゃないですか。次が金、はい、で V が表示されて当たりと。完全に突っ走りましたね、天井まで。はい、646ゲームですね。で730枚持ってきたんですけど、それ全部使ったプラス5000円で、トータルが2万8000です。はい、まあ、これが通常の AT ですね、ベンデッタモード。この上にプレミアムベンデッタモードなんですけど、まあ、エンディング迎えて超天国経由していくかもしれない。でまあ外れ2連か、まあ、弱冷薬でこのロックオンプレートっていうのを取って、ここに対応した押し順、まあ、3ゲームぐらいは光ってるんで、ファーストがねこう被れば、クリーチャーバトルっていうものの抽選する。でそのクリーチャーバトル勝つとボーナスだったり、上乗せが発生するっていうような、基本的にはそういうゲーム性です。これが合えばね。これはレア役対応だ。はい、でスイカとか弱チェの弱レア役って直乗せほぼしないですけど、 0.4% で乗ることがあります。その場合は300ゲーム乗せなんです、その 0.4% 取れれば、はい、まあ、基本は録音プレート、はい、で、クリーチャーバトル、まあ、一発は保証あるんで1回は来ます。で俺が最低だね、ここはダチョウ以上になって、ここが、マシンガン以上になるっていうのが一発目は必ず、これだ最低の組み合わせ。でまあ子役が取れれば、この表示されてるものは取れる、はい、ナビ出ちゃえばもうゼロ角、はい、これでゼロ角。よしで300超えたんで、ボーナスもらえます。はい、まあ、ダチョウなんで100倍以上ですけど、うわあ終わった。まあまあボーナスもらえました。これがライオンだったら200枚以上で、ゾウだったらもう一発300枚なん でその300枚取った後っていうのは上乗せに変換されるんですよ。上乗せっていうかゲーム数上乗せの、はい、150か。お、後伸びで200、後伸びした200枚、200枚のバレットボーナスです。ボーナスも2種類あるんで、バレットに関しては、普通のボーナスなんですけど、この間は上乗せがめっちゃ優遇されてます。だからここでびっくりマークとか出るとめちゃくちゃ乗る。でもう一個のベンデッタボーナスに関しては、ちょっと特殊な10ゲーム1セットみたいなやつで、ハザードゾーンっていうね、勝負玉みたいなやつを取ってゲーム数分、高確率で突破抽選でクリアすると2セット目。連打系の武器からはこっち行きます、基本は。でボーナスいたんで、まあ、最低10から100までか上乗せします。でもほとんどの場合 87.5% が10ゲームです。まあ大体これ、うーん、本当に困ったやつだ。やばい、5万、パチンコかな、もうこれは。もうパチスロ打つ機種、打てる機種ねえしな。1000ゲーム回さないでこれだとかこれじゃないとかね、設定あるないとか言えないんだろうことは分かるんだけど、もう5万入れてるんで一刻の猶予もないと言いますか、敵情視察とうとうしましょう。はい、トゥーン、チャンス目からです。149ゲーム
持ちメダルです。赤七です。またねじ込まな、ねじ込まんと、とりあえず、おえサプライズすぎる。さ、これはサプライズ、ホットタイムなしのパターン、これたまにこういうのあるけど、うわびっくりした、ラッキーいや止められない、これは止められ、これはいける、これはいけるぞこの流れは。さあそれでは行きましょう、今度こそアメリカンドリームを掴みたい。まず兆候、なんでよなんでよ、せめて煽り来ようよ。いや残り3レア役ゼロはあかんやろ、どうやレア役引けんかったら乗せるもんも乗らんでっていう、わあきつー、マジかよ、駆け抜けた、もうトータルで400枚です、あの前回と合わせて。ちょっと500枚も出えへんからさ、ロリカムも取れないじゃないな。はい、バトル発展、KJT で、まあこれどっちの前兆かは分かりませんが、いずれにしようまずどっちか当たってくださいと。もういいよ、ボーナスやったらあーってなるとこやけど、あ、光った、あ、これ当たる、え、どっちやろ、引き戻しあるな、ちょ待って、何ゲームだ分からんな、あ、ボーナスだよ、あと10ゲームってちょっとでも乗してたらって感じなんですけどね、これね、なんか見合わんな、クソディスク取れてた、これ悔しいね、これ悔しい。リッカーのクリーチャーバトル、ここで強制いくとめっちゃ熱い、外れ、で金まで持ってったんで上乗せ濃厚です。まず一発目は、黄色だと 16% か、うん 16% なので 100% と 16%、6分の1、おお、クラッシュリス、おお、あれ3桁じゃないこれ、ヒョウ柄負けました、ここ2人で多分大台行ってるはずだから、いや私めっちゃ負けましたよだからなんか負け自慢してるおあちょっとやりました、ダメだよそんなの新幹や、やったや、これはやばい、これはやばいよ。ちなみに僕ももうプラス1確定してるんで、嘘だ嘘だ、マジで